今日は角田市にある福王寺というお寺に来ています。このお寺にですね、国の文化財に指定されたという絵馬があるんですね。この建物にですね、その絵馬がたくさん飾られているそうなので、ちょっと見てみましょう。扉の向こうがですね、絵馬がですねあるというんですね。わ、ずーっと絵馬、すごい。何の絵が描かれてるかというと、わかりますか、これムカデなんですよ。福田で養蚕が盛んだった頃に蚕を食べるネズミがですね、ムカデを嫌がるのでムカデの絵馬を奉納したということですね。これ見てみると、本当こうすごいこう絵心がありますよね。これちょっとムカデに可愛らしい目があったりしてね、いいですね。形とか大きさ全部違うんですよね、これね。なんとなく絵馬って神社とかにあるものを買って書く感じですけど、こんなに自由でいいんだっていうのはちょっと面白いな。これ尻尾の先が剣になってるんですよね。でもムカデが神様というか信仰っていうのも面白いですね、なんかね。